こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています、板橋由香です。マンスリーキルト12センチのサンプラー11枚目のパターン、花かごの2回目です。今日で仕上げていきたいと思います。前回三角形の縫い合わせの仕方をやっていきました。でこちらの小さい三角形が縫えたら、このような形に縫い切りで縫っていきます。裏に返すとこんな感じですね。どちらか片方に、倒してください。でこの3枚縫えた状態がこの大きな三角形、この大きな三角形のこちらの辺の長さと一緒になりますので、この場合はこことここを縫い合わせしました。ということでまず片方を縫い合わせします。で縫い合わせをしましたらば、こちらの大きい三角形側に縫い代を倒します。表から見るとこの三角形、大きい三角形の方が上になるようになっています。でこことここが縫えたので、次にこことこの四角を縫って、こちらと距離を同じにします。中表に合わせてここも縫い切りで縫っていきます。あ、ごめんなさい、一応縫い止まりで縫っておきましょう。今回待ち針を打って、間にも1本待ち針を打っておきましょう。印から縫っていきます。でこのままチクチクと縫っていきます。最初と最後は必ず返し縫いをしましょう。パターンの外側にくるむ部分は縫い切っちゃっても構いません。どちらでもいいです。で玉留めをして糸を切ります。でこのような形でこちらの辺と同じ長さのものが縫い上がりました。こちらがこの三角形が高くなるように、表から見た時に高くなるように縫い代を倒しています。でこちら側は四角が高くなるように倒しておくと、合わせた時に縫い代の高い低いが逆になります。こちら側とこちら側で重ならないようになりますので、これで一気に縫い切っていきます。縫い切った形がこちらなんですけれども、ここ互い違いになるようにしてますので、このような形で四角はぎと同じで風車のように開くことも可能です。このように開いた方がいいなと思う方は開いていただいても構いません。こうするとここに縫い代がたまらないので、キルティングするときに楽ですね。ただ今回はこの表から見たときに大きい三角形の方が両方高くなるように倒しているので、こういった形でここは開かずに倒しています。どちらでも構いません。ということでここは先ほど縫い止まりで始めましたが、型直しでいくんでしたら縫い切ってしまっても構いません。ということでこの部分が縫えました。で縫えましたら、今度はこことここ小さい三角形と長方形のベースを縫い切りで2枚用意します。でこことこちらの辺の長さが一緒になりますので縫っていきます。中表に合わせて縫っていきます。でここも、特にぶつかるところはないので縫い切ってしまって大丈夫です。ということで印の外から外に縫っていきます。
印の外から縫い始めます。最初と最後は必ず返し縫いをしましょう。でこちらの小さい三角形、バスケットのパターンのこのベースになるこの小さい三角形なんですけれども、ここの辺とここを今縫っています。ここを縫ってるんですけども、今回はかなりパターンが小さくて、それほどずれることがないので合い印をこちら側には打っていませんが、もしもパターン大きく作るとか心配だなという時には、ちょうどこことここを縫い合わせたこの部分とぶつかる大きい三角形のこのちょうど裏側ですね、ここに合い印を打っておかれるとずれずに綺麗に縫えます。今回は省略していますが、距離も短いですしパターンも小さいので大丈夫です。ただ心配な方は、ちょっと気を使っていただくと綺麗に仕上がります。でここで返し縫いをして玉留めをして糸切ります。でこのような形になりました。でここはこのベースの方と小さい三角形が大きくなるように倒しましょう。バスケットを高くしたいなということで、こちら側を上にしたい気持ちもあるんですけども、かなりここに縫い代がたまりますので、こちら、ベースの方の長方形と小さい三角形が上になるように倒します。でこちら片側がついたのと同じように、こちら側も縫い切りで縫い合わせをします。で最後にこの大きな三角形を縫い切りで、縫うとパターンが完成します。実際にできたものがこちらですね。ひっくり返すとこんな感じで縫い代を倒しています。最後の三角形の方は、このベースの方、きなりが表から見た時に上になるように倒しています。このような形で完成です。今日のポイント、パターンを縫う時には直線で縫えるようにパターン自体を分解して順を追って縫っていくということです。パッチワークの場合はパターン自体いろいろと込み入って分解できるのかなっていうようなパターンもあったりするんですけれども、例えばここの三角形を後からつけてこんな風にこう縫い込んだり直角に曲がって縫ったりっていうことはなるべくしない方が綺麗に仕上がりますので、パターン自体を見た時にどこをどう分解してどういう順番で縫っていくとはめ込んだり、曲がったりしたこう曲がって縫うようなことがなく縫えるのかなっていうのを考えながら縫っていくと非常に綺麗に仕上がります。そこがちょっと悩ましいところでもあり楽しいところでもあり、パッチワークキルトの醍醐味かなと思います。今回で花かご完成しました。また、このような形でいろいろな手作りをご紹介していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今年の冬は寒くなるそうです。簡単で美味しい鍋料理の出番が増えそうだなぁと思っています。チクチク針仕事で癒されましょう。 Have a happy cutting.